ジェラルトンの街並みジェラルトンの一ジェラルトンは、オーストラリア、西オーストラリア州の港湾都市。中西部地域に属し、州都パースから北に約4 2 0トルの距離にある。人口は約3.5万人で、州第4位。2007年にグリナフ市と合併して、自治体としての正式名称は、ジェラルトン・グリナフ市となるも、2011年にマロア市と合併。 自治体正式名称が、ジェラルトン広域市となる。ジェラルトンは、インド洋に突き出た、小さな岬の付け根に存在し、海岸線はその多くが、砂浜となっている。パース以北では一番人口の多い都市であるくらいで、人事に北ジェラルトン以南で次に大きいのは、シャヤ・オブ・アーウィンで、それでも人口は5000人程度。パース同様地中海性気候だが、 パースより高温かつ乾燥しており、さらに北あるいは内陸部へ向かうと、ステップ気候に含まれる。トランスワが、エニアバ経由パース行きを毎日運行、ミンジーニュー経由パース行きを週4便、マリは経由パース行きを週2便運行している。所要時間は、途中30分の食事休憩と5分程度の乗務員交代を含み6から7時間程度。また、 グレーハウンドがブルーム発、ノースイーストコースタルフィ、ジェラルトン、インディアンオーシャン、ドライブ経由パース行きを週3便運行している。所要時間は途中30分の食事休憩を含み約6時間。また、スカイウエスト航空がパースへ直行便を1日2から7便運行。使用機はフォッカー50型プロペラ機で所要時間70分。また、 ポートヘッドランド経由、バリー機を週1便運行。今後、スカイウエスト航空は、カルグリー経由メルボルン駅の路線新設を計画している。また、11月より、カンタスリンクがパースへの直行便を、平日2便と休日1便運行する。また、トランスジェラルド店が、市内路線バスを運行している。 路線は以下の8路線で、本数は1日5から6便。17世紀から18世紀、約60キロメートル沖合のアブロホス諸島はしばしば、船の遭難箇所として航海者に知られていた。初めてこの周辺の土地を探検したのは、イギリス軍人、ジョージ・グレーであり、1839年のことであった。そのおよそ10年後、 オーストラリア人探検家、オーガスタス・グレゴリーがこの地を倒査し、マーチソン川沿いに、鉛の鉱脈を発見した。1850年、鉛をはじめとした、鉱物資源を積み出す港として、町と港湾が建設され、当時の西オーストラリア州総督、チャールズ・フィッツ・ジェラルドにちなみ、ジェラルトンと名付けられた。 セイフランシスコザビエル大聖堂系十2王冠、シドニーを忍ぶ記念碑1938年に完成されたセイフランシスコザビエル大聖堂は建築にも長じていたジョン・ホーズ大司教によって設計され20年の歳月をかけて建造されたものである。1877年に作られたポイントムーは灯台は灯台自体の歴史的価値と 鮮やかな紅白の島模様で有名である。第二次世界大戦の最中ジェラルトンの北西、シャークワンの沖 240km にて、オーストラリア海軍の軽巡洋艦シドニーが、ドイツ海軍の仮想巡洋艦、コルモランとの交戦の末に沈没、全乗員600人以上が死亡した。2008年、沈没から60年以上の月日を経て、軽巡洋艦シドニーの残骸が、 海中から発見され、失われた乗員を悼む記念碑が設立された。ジェラルトンは、インド洋にほぼ直接に面し波と風に恵まれるため、数々のサーフスポットが、多くのサーファーを引きつけており、またウィンドサーフィンでも、国際的に知られている。視界40メートルを超える、澄んだ海でのダイビングも盛んである。また、ウィンドサーフィンで重要なこの強い風の影響で、 変形したリーニングツリーズは国道1号線のハイライトである。西号州西北のワイナリーチャップマンバレーはジェラルトン市から車で30分程度。また、1970年代にオーストラリアから独立したハットリバー公国へは車で北に1時間程度。ジェラルトンの郊外にはオーストラリア軍の通信基地があり、アメリカの通信防受。 システムエシュロンの一翼を担っていると考えられている。基地には4つの衛星通信アンテナがあり、インド用及び東南アジア方面からの電波を受信している。ありがとうございます。